はい今回は東京のやばい場所の1つ、新大久保のコリアタウンが危ないという噂についてですねお伝えしていこうと思います。 えー、よかったたら最後ままで聞いていいてだければと思います今回の話っていうのは、えー、僕はあまり詳しくないんですよ。まあ、詳しくないのに、まあ、なぜこれを取り上げるのかっていうような話なんですが、まあ、ちょっと、まああのまあ、関心を持たれる方あとはですねリスナー様の方が詳しいかなとあの思いまして、まあ、ちょっと、まあ、雑談と言ったらるんですが雑談、えー、がてら、えー、この話を、えー、してみようかと、えー、思いますので、えーまあ、そんな感じでよろしくお願いします。まずあの初めにですね正直に言いますと僕あの <coughs> 田舎に住んでるんで これ新大久保ってね、行ったことないんですよ。東京にあの行ったことがあのあるんですけど。 まあ、あの歌舞伎町っていうのは行ったことがあるんですけど、けれども、なんか結構怖かったんですよね。あの、なんか夜とか、あの結構光ってるじゃないですか、まあ、当たり前かもしれないけど。で、<laughs> まあ、あのね、えー、その、まあ、田舎の方にいると、ね、その新大久保とかっていうのもあんまりよくわからないし、で、テレビとかでまあ、見,た見たこととか、まあ、話を聞いたことがあるんですよ。で、多分、おそらく最初にお伝えしますが、本当にね、えー、やばいっていうのは <laughs>、 これは本当の話だと思うんですけど聞いた話であのその新大久保っていう街がよくわからないんですけど店とかの、まあ、間に、まあ、細い道とか路地裏とかっていうのがあるみたいなんでそこにですね、まあ、いろんな方がいて。 で夜とか街が暗くなるんで女性はそういったところに近づかない方がいいと女性が一人でそういう細い道とか路地裏に行くとまああの危ないっていうことが言われていてあとはですね、えー、このやはりコリアタウンということもあるのかわからないんですが風丸があるということね、えー、女性とかあ,あとはあのこの後のお話し,していこうかと思いますが <laughs> 歌舞伎町が近いということで、えー、水商売の方とかあの893とかが昔からあのいるということで、えー、そこに外国人の方もいるって っていうことで、まあ、一言で言うとまあ治安が悪いっていうことですよね、うん、っていうことだと思うんですよ。で、えーまあ、どちらかっていうとこの新大久保っていうのもあると思うんですがあそれ以上にっていうのはやっぱり東京のやばい場所っていうのは、えー、新宿・歌舞伎町、えーねえー、最も危険最も危ないといわれているこちらはまあ皆さんの方がご,ご存知かと思いますが <laughs> 新宿・歌舞伎町って、ね、今は変わったのかわからないですけどアジア最大の繁華街とかっていうのも言われているんであの歌舞伎町ってあるじゃないですか。あの歌舞伎町 一番街で良かったんでしたっけ、あの、大きな <laughs>、大きな繁華街のところあ、あそことかもそうですし、まあ、いろんなところにね、いろんなお店があったり、本当にね、そのアジア最大の繁華街って言われるぐらいなんで、まあ、それはあの危ないことはあるでしょうから、まあ、僕みたいな田舎者でね、えー、恐る恐るな人はあの近づかないし、近づいたらなんかね、えー、なんかもうちょっとこ怖いなと思った、そんな経験があるんですよ、数十年前に。で そんな新宿歌舞伎町の近くにあるのが新大久保っていうことででさっきのあの話につながるんですね。本当にあのやばいっていうのはその <laughs> 例えばそのね、えー、路地裏とか風丸とか、えー、水商売とか893ということなんですがそれに関してはちょっとわからないんで。うん、で、えー、まあこの <laughs> 新大久保のコリアタウンが危ないっていう噂が出るのは、やっぱりそのね先ほどのあの治安の問題だと思うんですよで。別にそのコリアンタウンっていうから、あの外国人だけではなく、そのね、えー、まあ水商売の方とか893とか外国人とかっていうのがあ、ね、いろいろ混じって治安が悪いと、あとその、ね、先ほどの路地裏とかっていうのが危ないとかそういうことが言われてるみたいですね。僕はあの行ったことがないんで、まあ、ちょっと雑談かてな、あの今回え話してみたっていうことなんで。で、えーまあ あーこれがちょっと有益かなと思う情報、まあ、そんなにね、えー、あのやばい話とかコアな話っていうのはわからないんで。 まあ調べたら、まあ、こんなことがありまして、こちらはですね、えー、女性のリスナー様もいらっしゃるんで、えー、気をつけた方がいいんじゃないかなっていうことを思う話で、<laughs> 新大久保で行かない方がいい店があるっていう、まあ、そういった噂があるんですね。で、これがおそらくこのコリアンタウンにちょっと深く、えー、関係しているっていうような話だと思うんですよ。で、何かっていうと、<laughs> 新大久保のコリアンタウンということで、コリアンタウンだから、コリアン、韓国、えー、韓国のコスメのお店が新大久保にはあるみたいなんですが、 実は新大久保の韓国コスメのお店っていうのは、まあ、ぼったくりって言ったらあれですけれども公式の値段よりもかなり高い値段で韓国コスメが売られてるらしいんですよね。だから 何も下調べをしないで、新大久保のコリアンタウンだから、韓国コスメがいいんじゃないかとかっていうと、その公式の値段よりかなり高く売ってるんで、それをまあ購入してしする可能性があるということなんで、新大久保で韓国コスメを買う場合はです、ね、事前に値段をチェックしていった方がまがいいっていう、まあ、そういったことが言われていると、わりかしね、そこまでではなく、まああのまあ、緩めない、かない方がいい店っていうことで、あと、口コミがあったんですけど、まあ、こ,れはこれは別に、 新大久保だけじゃないかなと思う僕の個人的な感想とあと僕最近これにあったんでちょっとあのねそういうのであの、まあ、悲しい思いをしたんでそれを言ってみようかなと思ってこ,この話の時にちょっと言ってみようかと思うんですが、まあ、新大久保で行かない方がいい店っていうことで飲食店って言われてるんですよで有名な飲食店とか雑誌とかテレビとか出てるところはいいらしいんですがそうではないところっていうのもやっぱあるんでね店がたくさんあるんでいろいろあるじゃないですかでその 雑誌とかに出るとかじゃない、テレビとかに出るところじゃないところの飲食店っていうのは、えー、ちょっとやめた方がいいんじゃないかっていうね、えー、行くの控えた方がいいんじゃないかって、行かない方がいいんじゃないかっていう意見があると。なんでかっていうと、メニューの写真とかあるじゃないですか。それに比べて量が少なかったり、えー、なんか値段がちょっと上乗せされることもあるらしいんですよ。まあ、あのー、皆さんに本当のことを言いますけど、大体飲食店の写真で持ってますからね。実際の量よりもね、写真ってなんか、ちょっとなんか、多そうとか、 美味しそうとかかあるじゃないですかまあ、僕は食いしん坊なんであんまり言ってよくないですけどなんか多そうおいしそうとか思うんだけど実際見てみたらねなんかちょっとなんかイメージと違うなとかね、まあ、値段が上乗せされてるってことはちょっとわからないんですけどでまあまあ、最後にっていうかまあ、ちょっと雑談みたいな感じで僕は別にこの新大久保に行ってないんですけど最近ですね数日前にこの飲食店でねこのメニューの写真より量が少ないっていうかまあ、悲しい思いをしたっていうまあ、そんなあの話があるんでちょっとそれを雑 雑談がってらしてみようかと思うんですけど、職場の近くでですね、まあそのお昼ご飯をあのいつも一人で食べに行くんですけど、お昼ご飯を一人で食べに行って。 まああのいつもね、えーまあそのまあ、普通の定食屋みたいなところとか、あとまあその、ねえーチェ、チェーン店のところとかね、えー、そういうところとか行くんですけど、そこでなんかあの、まあ、こういうことがやっぱりあるからね、新しいメニューってちょっと嫌だなって僕思うんですけど、なんかな何を思ったか、いつもはその食べないんですけど、なんか、ホイコーロー定食っていうのがあったんで、まあ、美味しそうじゃないかと思って、ホイコーロー定食を頼んでみたんですよ。そうしたら、なんとね、うん、そのホイコーロー定食の中に、あのキャベツがたくさん入ってたんですけど、なんか肉が3つぐらいしかなくてね。 キャベツだらけだったんで、なんか、ちょっと悲しいなってあの思いましたっていう、全くあの、オチがない話だったんで、<laughs> すいませんっていうことで、皆さんもあ,あると思うんですよね。で、まあ、まあ、ちょうどたまたまそれを思ったのとで、やっぱりあの、飲食店って多分ありますよね。あの、まあ、どこでもそうだと思うんですけど、飲食店ってやっぱりこう、写真とかって見栄えがいいじゃないですか。量が多く見えたりとか、あとやっぱりあのね、お,おいしく見えるように撮ってあるんですよ。だって、おいしくなくさそうだったら、 お客さんが行かないから、だから実際の量よりも多く見えたり、だから逆に言うとメニューの写真を見て、量が多いなと思っても実際来るものが少なかったりとかね、この値段が上乗せされてるっていうのはちょっと、ちょっとなんかよく意味が分からないんですけど、僕はあのさっきお伝えしましたが、あの、そのホイコール定食をね、職場の近くで注文して、キャベツがたくさんあったんですけど、なんか肉がね、えー、3つぐらいしか入ってなくて、ちょっと悲しいなと思いながら、その、それを食べた後、その後、あの午後ね、 普通に仕事をしていて、まあ、家に帰ってきたっていうまあそんなねあの日常を過ごしてるっていうまあそんな話だったんで、えー、あんまりおちがなかったんですいませんっていうことで。であのその新大久保のコリア コリアンンタウンに行く時ははあののの気をつけた方がいいのはこの韓国コスメのお店とですね飲食店には気をつける飲食店というのはこのマスコミとかテレビとかそういったところに取り上げないところにはあの気をつけた方がいいってことで、まあ、多分リスナー様の方がこの東京の方この話詳しいかもしれないんですけど、まあ、ちょっとあの僕もね、えー、思ったこととまあ、こんな感じなんじゃないかなっていう、まあ、憶測っていうことで、まあ、ちょっと雑談のような感じでお話してみたんで、えー、何かしらご参考になっていただけるものが一つでもあれば何よりですっていうことで今回のこン です。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。